先に桜と人に酔いの口野望はもまれて水となる心を中の城恋に焦がれて透けろくが声
さんにその名もだてな花日が縁となる
恋の夜桜浮気で喧嘩仕掛けや色仕掛け力つくなら何てくだなら理由に理由にで我多善恶梦我またくぐるとは命がけ網傘を取って投げるは曲がない蹴込んでみしょやかたるねこりゃまた何起こった江戸の葉女富士と筑波の山あいの袖なりゆかし君心臓命を仰げ巻のこれ助六が前渡り風情なりける次第なスケログでございましたね。おじさん2人で、おじさん3人か、3人でね、スケログ聞きました。今の形が、まあ、その太田1人で独吟
あと、まあ、三味線本出と宇和城市、ね、これも決まりもんでございまして、こういう、前やりました秋の色草もそうですけども、こういう風な、曲っていうのをやりたいなと思うんですね。そのなんていうか大勢でやるっていうのも楽しいんですけれども、こうもうなんか一人一人が要は三人三様のことをやってるみたいなことじゃないですか。三味線にしても本出と宇和城市ですから、もう一対一みたいな、三味線弾きはなんとなく大勢で弾いてると安心するんですけど、一人だとちょっとドキッとするところがあるもんですから、それが本出と宇和城市だけで、どっちやっても楽しいなって、早くそういうことをやりたいなって、あの若い時に思ってた、まあ今でも若いんですけど今でも若いんですけどっていうのがもう苦笑でしかならない年齢になってしまうスケログという曲はあのお芝居にありますね、あの歌舞伎18番のスケログ、あれのお芝居を要はその舞踊のために作った曲でございます。あのお芝居はお芝居で、あの2時間ぐらいのお芝居ですが、それをまあ踊りのために作った10代目六左衛門の曲でございます。まあ内容はああいうようなことなんでございますけど、ですからまあ内容がどうのこうのっていうのは、とにかくこのなんていうのかな、こう1234、2234じゃないリズムっていうんですか、そのこう長唄始めた頃にはとても分かりづらかった、こうあのなんかこうメトロノームでやってるような感じだとこうサクサク弾けるんですけれども、なんかこうゆっくりになったりタカタカってなったり、ゆっくりになったりタカタカってなったり、ゆっくりになったりゆっくりになったりみたいな、これはどういうふうに捉えたらいいんだろうっていうのがなんか思っていましたね。でやっぱりそれがうちの師匠のこの和佐次郎さんはとてもうまくて、そのリズムを感じさせない、リズムを感じさせない間合い、音色でずっと聞かしてんだけど、どういうリズムなんだろうと分かんないんだけど、音色がきれいに流れていて歌ときれいに絡んできて、こういう風になんかゆったりゆったりちょっと気持ちよくなってて、ほんで、そういうのって上手だなと思ってて、そのどっちかというとこうなんかこうあのウィーっていうような感じの三味線を弾かれるお師匠さんだったんで、もうそれがとてもじゃないけど真似したいなと思ってました。もう片方の師匠である松永忠五郎さんはそのどっちかというとサクサクした三味線で、これがまた松これがって言っちゃってこれがって言っちゃダメですよ、妹のことをね、この忠五郎先生がですね、またこれがいやこれがじゃないって言ってるのだから、その、なんていうかあのサクサクしたお三味線なんですけど、までそのスケロクなんですよ。なんていうんですかね、江戸のっていうか郭っていうかのその間がなあっと思いまして、その和佐次郎さんのメロディーの音のつながりの間合いと家元の忠五郎先生のその間で取る間合い、なんていうのかな、それがこう両極端なんですけども、これ両方は手に入れられないよなと思って、その家元のそれまでずっと和佐井さんのスケロク聞いてたんだけど、家元が弾いた時にスケロクを聞いた時にびっくりしてっていうのは本当に家元に対して失礼ですけども、こういうのがあるのか、これが江戸前なのかっていうのはあのとても思って、そうかって、それからなんかあの忠五郎先生のその息の仕方とかそういうものをなんか、勉強するようにといいますかね、こっそり盗むように、なったりしたわけでございまして、それの両方の意が、自分の中に入ってきて、それからじゃあどうやって出そうかっていうことでございます。で一番面白いのは宇和城市ですね。あの勝利さんに弾いてもらいましたけども、その宇和城市を弾くのも楽しいです。あのどっちが多いかな、本で弾いてる方がもう 多くなっちゃったかな、あの縦三味線をやるようになったからと、本で弾く本のほとんどそれまではずっと宇和城市を弾いておりました。もうあのですから、恋の夜桜って三作目のところはチャンチャンチャンって恋の夜桜って本でなんですけど、宇和城市の方では六段という手を弾いております。その六段は六段って決まってるんですけども、その六段でもあの案もしていろんな六段があるっていうか、この最後の方にねあの案もするとこがあるんですけど、それをどういう人の真似をするかとか、ね、自分で考えてもいいんでしょうけど、そういうことをとってもやったりなんかしてね、ああそういう風に持っていこうかなとかっていろいろ考えて、勝利さんもとっても素敵なうまい具合にあのしております。それもうわ城市なんかも
自分家のお所さんからの系統と自分が勉強したお所さんの系統をこう一緒にして、そのイズムっていうんですかね、よく彼が言いますけど、そういうものをこう継いでいくというか、その中の範囲内の中で自分のらしさを出していくっていうか、そういうのがとても面白い、そういうのがなんかすごくあるような曲のような気がします。多分スケロクいろんな方のあると思いますけれども、それぞれ違うと思います。でこれがまた僕はまあそのだから僕と勝利さんの流派が違うから、勝利さんは僕に合わせてくれてるんですが、僕も勝利さんに合わせてるところがあるわけです、ノリとかそういうの。それでテイソンさんも流派が違いますので、テイソンさんの歌 の, あのノリに合わせて、でそれが3人3用の個性でもってやってるんですが、誰のスケロクでもなくて3人のスケロクになる、まあ、これがまあ長唄の合同演奏の特徴なんでしょうけど、同じ流派じゃない人たちとやった時の新しくできたっていうものがとても面白いなと思いますね。いや本当長唄っていいもんですね。またお会いしましょう。ラーメン、サムラーメン。ラーメン、あのかっちゃんにお土産にいただきました。昔大好きなんです。最近あげてないですね。はい。竹で踏んだラーメンで1分で茹でるんです。有名です。あれね、青竹ラーメン。あれはね、はい、本当は違うんです。はい。青竹ラーメンです。50秒とかですよね。違うんです。あれね、15秒ぐらいがいいんですよ。あ、そうなんだ。シンガル、アルテンテクル。エルメジラーメン。そう。眠りがね、よかった。